何にしよう。ちょっと夜っぽい感じ。落ち着いた曲がいいな。でも落ち着いてはないけどこの曲にしよう。今日は。このパーカーあったかいよね。だってねえ、本当に明日の朝は本当に15分ですか。だってどうだろう、15分で行くつもりえ、もっと長くできるのかな。できないと思うんだ。できない。今日もできてたわけじゃないよね。もうほぼできてないみたいな感じだよね。垂れ流しにしてしまっていたけれど、このパーカー大好き、めっちゃ着てます。わあ、明日どうしたらいいかな。多分できない。15分で終わりです。だって間に合わないもんね、家から家出る時間。そうだよね。できませんでしたの方が怖いから。お父さんありがとうございます。ありがとう。大丈夫かな、できるかな。髪ついつい、ツヤツヤでしょ。バージンヘア。だって染めてないから地毛です。めっちゃ黒いよね、私地毛黒真っ黒黒好きだよ。ディディジャハートありがとうございます。ありがとう。髪質がいい。あ、でも結構頑張って綺麗に保とうとはしてるかも。トリートメントとかちゃんとしてるよ。あとアイロンは160度までとかね、意外とちゃんとしてるっていう。意外でしょ。でも嬉しい。髪質ツヤツヤで痛いんだ。でもゼップ前トリートメント行こうと思って。ショートだけど、ショートだけど行くよ。なんか昔の写真とか見るとすごい髪の毛短いなって思う。私このさ、毛先揃えるのにめっちゃハマっちゃったんだよね。一回スピーカーから出た音ももう一度拾ったくらいの音質の悪さが似合う曲だと勝手に思ってたって。なるほどね。ちょっと歪みっていうのかな、歪みがちょっと入るとまた味が出そうだよね、この曲ね。素敵。せめてせめて離れちゃダメ、愛の鎖。確かに髪質ちょっとこう分厚くもないしさ、できやりやすい髪型なのかな、私の髪質は。ちょっと割と今日ノーセットなんですよ。髪が乾かしてこのままみたいな感じだからさ、結構ノーセットだとちょっとおかっぱだよね明日はちゃんとやります。朝早く起きて間に合うかな。7時。いや間に合わせるんで。間に合うかなじゃない、間に合わせるんで。もうアラームかけちゃうんだから。よし、明日もねいっぱい動くから気合い入れていきましょう。いっぱいアラームかけていた。絶対に寝坊したくない。寝ごっけるって、うん、なんか髪の毛こうやってブーって触ってたら指の跡ができちゃうくらい結構柔らかい感じです。この串ホテルからなんかもらったやつ遠征行った時のホテルなんかもらった串、めっちゃ使うタイプ、めっちゃ超多く使うタイプです。持って帰る。どれぐらいの頻度で取り留めするのなんて。あ、美容院で。美容院でそんなに頻繁に行かないですよ。マジ大切な時の前だけ、大きいライブの前だけ割と、うん、だからお家でねしっかり取り留めとはしてるよ。なんか3分4分くらいさ放置するじゃん。放置するじゃんってかするんだ私は。あ、するのが普通なのかわかんないけど。
まあ、最初に私全部かあまずメイクを落としてから髪の毛洗ってトリートメント全部ワーってやってトリートメントサービスでしょ。したから体洗う。全部はいじゃあじゃあじゃあで最後ドワーってトリートメントも流してトリートメント流して最後顔洗顔して終わり。いつもこんな感じ。綺麗でくれて嬉しい。ありがとうございます。マッツー、誰もありがとうございます。ありがとうね。もらっちゃった。めっちゃギフトもらってる。ありがとう。マッツーやってみました。あ、うみこちゃん。うん、ありがとう。今日は恋愛ドラマな声がしたいの放送日なんでしっかり見たいと思います。あ、あれは見れない。リアルタイムじゃないか。あ、見れるか。見れるな。見れるけど、ちょっといろいろやばい。いろいろやばいの間違いない。ね。信じてるから。ガムありがとうございます。ラブレター。ありがとう。チャレンジギフトよろしくお願いします。今日なんかさ本買ったんだよね。本屋行って栄養素図鑑と食べ方テクってやつ。これでめっちゃ詳しくなれるかも。いやなんか本当になんか前からずっと言ってるんだけど本当に栄養系何を取ったら何がつくとか何と何を一緒に取った方がいいとかどんな時に何を食べた方がいいとかそういう知識がなさすぎてさすがになんかないかなと思って本買ってきた。面白いですこれ。そうなんかいいよ。ビタミン D 取るためにはみたいな免疫力アップさせるとか日光に当たれば体内で生産可能とかいろいろ書いて取りすぎると体質によるトラブル日光浴のリスクこれ骨粗しょう症引き起こす不足したらダメいろいろある。ニキビが多い食べるのは何がいいってヨーグルトとあバナナヨーグルトと人参サラダを食べましょうとかニキビ予防にはうなぎ丼とかキウヨーグルトとか書いてある、うん、おっつーありがとうございます。イエーイありがとう。セゾンのコメちゃんどっかで見たことあると思ったらドラコイ。そうなんだよ私ドラコイ信者だからさ全シリーズ見てるんだけどコメちゃんに会えた時マジでテジュテジュとかさめっちゃ考えてた。ごめんなさい失礼しました。勝手にオタクなんで失礼しました。私はだからオタクなんでほぼお話してないです。私はオタクなんで遠い距離からこうおじいしてます怖かる人には分かるっていうね。13夜さん、ハートありがとうございます。ありがとう。あ、クロサギ見ないとって思ったのにクロサギ見忘れたな。ちょっと勉強してます。栄養に詳しいアイドルね、栄養に詳しいアイドルになろう。てか普通になんかママのご飯を食べなくなって栄養が心配でずっと、うん、おトゥーダルもありがとうございます。オタクもタイプによるかと。だって慣れ慣れしいの嫌でしょ。なんか嫌かなと思って分かんない。嫌かもしれないじゃんもしかしたら。当たり障りのないオタクで言おうと思ってるの私は。後々すぎて近づけないっていうのはあるし間違いない。ザ・ W 録画します。ちょっとザ・ W ああいうザ・ W とかはきっと最初から最後までしっかり見ないと私嫌なんで言わないでください。てかザ・漫才もこの間見たよ。でも最初から全部録画してみた。あとあれかあれとかもなんだっけ M1 とかも最初からしっかり見るタイプです。昨日もすごい野菜食べたてたら食べてた偉いだって。今日も野菜めっちゃ食べた。キャベツ玉ねぎだからそう私野菜好きな野菜とか安い野菜とかそういうのを買いがちで食べばって食べるんだけどなんかさ
絶対バランス足りないよね、野菜食べればいいってわけじゃなくないってじゃ思ってて、どうしたらいいんだろうって思ってこれ買った、うん、流れ見で、あ、流れ見ではあるよ、流れ見ではあるんだけど、マジで今本当に今さっきまでフォーユー見てたとかしてて、まあ、30分とかしか間がないのよ、30分じゃ何も見れないなと思って見てない後にしようと思って、でも30分の間にあのドラマ見ようかなって思ってたんだけど超焦った、普通に家のことやってた、ブルルってアスケンって何、アスケン、アスケン、アスケンってなんか聞いたな、あ、あれなんかこの間教えてもらったぞこれ、アスケン、これだ、アスケン、バーコードスキャン、栄養バランス、え、ちょっとこれ入れとこう、うちみんなからもらった情報結構ちゃんとやるタイプだよね、あの映画のやつとかもやってるよ今、あの見たいやつとか全部チェックって言ってる、でも私見たやつとかを全部やろうかなと思って端からやってんだけど終わらん終わらん、映画見すぎて終わらん、おっちゅうだるありがとうございます、ありがとう、アスケンみんな始めてる、お母さんすごいですね、本当にそう、ママってなんでそんな普通にさ、なんでどうやって考えて作ってたのかなと思って、マジすごって思って私もそうなりたいってなっちゃってるよね勝手に、面白い、免疫力アップ、でも確かに私がもうヘッドヘッドでやばい明日も仕事やんみたいな時って結構あったの、実家帰ってくる時もうとんでもないスケジュールをやった後とか、私結構こんな感じなの、やばい明日何時起きだっけ、え、マジ6時起き、あ、マジか今何時、え、3時終わったみたいな、そういう時とかにママがいつもはい元気をつけてくださいって言ってなんかいつも寝出してくれてたんだよね、うん、それはマジで本当に聞いてたと思う、だってうちはお休みしたことってコロナの時と成人式の時だけだよね多分、ママのご飯のおかげで多分ちゃんと生きてたんだと思うマジでだから元気だったと思ってる、本当に思ってる、あ、アレクさん待って、マジいいのかもらっちゃって、じゃあレインボーだからレインボーかけよう、違う、間違えた、カリさんめっちゃ曲あるな、やっぱり、え、どこ、どどどどどレインボー、間違えた、あ、うわー、ありがとうございます、懐かしい、レインボー、朝からジンクスに頼って、待って、うちこれ歌われなかったんだよね悪いこと見慣れて苦笑い、帰り道着くため息、その身して愛せた愛にし、感じない僕の気持ち、前もやるけれど、はい、待って
私たちアプガニキがまだ楽曲オリジナル曲楽曲持ってない時はこの曲をたくさん歌わせていただいてました。ライロのテレパシーこれ私歌えないんだよね。私歌ってなかったんですよ。あ、一箇所あったな。いや、あったかな。すごい6年前だから全然歌詞覚えてなくて。クラップいただきました。ありがとうございます。ありがとう。いや嬉しい。メガネメガネメガネありがとうございます。虹色モザイク私も好き。この曲はね、本当にそう白いタオルでニキ T シャツで短パンで歌わせてもらってた。アップガカリさんのライブツアーのオープニングアクトとかでもやらせてもらったりとかさせていただいた、すごく思い入れのある曲なんだけど、これ2ステップなの基本。回しながら2ステップを踏むっていう振り付けなんだけど、私はあの2ステップができなくて、すっごい怒られた曲で、関根さんにあのすいません2ステップのやり方教えてくださいって言って、あいいよって教えてあげるよって言って一緒に教えてもらった。あと森さんとかにすいません2ステップができなくてって言って教えてもらった。踏めないのよステップが、どうやって踏めばいいか分かんなくて、これがね今だったらできるよ、そりゃできるよ。ありがとうございます。アレックさんありがとうございます。
無音だったらどうしよう。無音って書いてある。乗っちゃった。アレクタ見てみたかったです。いやひどかったんだよね。超怒られた、超怒られた、超怒られたんですよ。歌われないんだよ、歌われないんだよ。私ソロパート多分本当に一箇所だけあったかななかったかなぐらいのレベルなんだけど、この曲。そうそう、みんなかっこよく踊って歌ってんのにさ、私歌わりないのにダンスも踊れなくて超悔しかった思い出はある。でもすごく好きやな曲だった。よく練習してたな楽屋でって。うん、映像に多分残ってる。どっ、あ、 YouTube にはないのかな。そっか、じゃなんか見つけたらみんなに見せますね、私の2ステップありがとうございます。いや本当にありがとう。思い出の曲はいっぱいあるんですよ。結構ほんとカリさんの曲はねほぼほぼ踊れるんじゃないかなっていうくらいたくさんカバーさせていただいたんです。そうなんです。はい、 T シャツオリジナル曲なかったっていうのをお借りしてたんでね、曲をねカバーさせてもらったりとかして。そうなんです。お疲れ、ありがとうございます。そうです、はい、髪の毛ありがとう。ということでした。ちょっと楽曲をかけさせていただいたけど、ちょっとじゃあカリさんの思い出曲を流そうかな。なんだろうな、私的にあの曲だと思うんだよね。ヨーロっていう楽曲なんですけど、1回か2回くらいかな、2、3回くらい披露させていただいた曲なんですけど、ダンスがすごく難しくて僕も全然踊れなかった曲が流してよかったって。これはカリさんのカバーでやらせてもらってた曲ですね。これは割と歌ちゃんと2カ所ぐらいソロパートあったと思う。でも一生懸命踊ってた。みねちゃん、いえありがとうございます。おとだれもありがとうございます。できたこの道のりそしてやっと使うない離したくないかみんなを信じて。これは映像残ってるのかな。あ、残ってはないのかな。古川さんのバースデーライブにちょっとお邪魔させていただいたことがあったんですけど、その時に披露しました。そんなの壊してこう、必死だったよ、ダンスができなくて。これはめっちゃ居残り星集め中の方30秒だけカウントだけでもよろしくお願いします。ありがとうございます。今しかないだろう。あっという間にもありがとうございます。13役イエーイ、いただきました。ありがとう。この後が私のパートだったはず。このねソロすっごいダンスが難しい古川さんが振りをつけてくださった曲なんですけど、これ難しい。おつうが誰も作ってくれた。現実だからこそ理由があって、これがね分かんなかったね、全然絶対なかった。おつうありがとう。おつう誰も作ってくれました。ありがとうございます。オトゥーを信じて、全員ついてる時、古川さんがゲストでしたっけ。マジ
ジやねん。ジュルカーさんのライブに私たちが出たと思ってた。違うんだ。違う。思いだから言葉を超えて思いも超えて様を伝えたい。やばい、あと2分だって。気合い。本当に踊れなくて、これはマジで毎日うちに残してた。みんなの何だっけ、みんなでリハーサルが終わって、はい、カジシマのダンスタイムみたいな感じだった気がする。僕らのスタイル貫くしかない、そんなもん壊していこう。懐かしいです。一曲紹介させていただきました。勝手にすいません、流しちゃって。聖一郎きりの勝負の心。今でもザップガニキでこう踊れる人が今多分2人しかいないっていうのがちょっとびっくりした。あとチラス私だけかと思って。まあでももう踊れんかもしれんけど、ね、ということで1位はアレックさんです。ありがとう。2位オトゥ、ありがとうございます。さあ、いけてちゃん、ありがとう。皆さん、たくさんの応援、本当にありがとうございました。ということで、続いての配信、23時35分からの配信ということで、私はもう、あれだね、もう、早くお風呂行かないと、意外と間に合わないかもしれないという、大変なことが起こりそうなので、急ぎます。とりあえずオフ入ってくれてね、明日あるんで、はい、ダメです。また急いで配信しないように、ほんとにね、23時35分、1時間半しかないってことよね。うわっ、間に合うかな、頑張ります、急ぎます。それじゃあ、はい、じゃあ、せーの、以上です。最後までご覧いただき本当にありがとうございました。またお会いしましょう。あっという、誰もありがとう。